はい、午後2時を過ぎたところではございますけれどもね、皆様いかがお過ごしでしょうか。ラジオね聞いてくれてる嬉しいなと思いますけどもね。めっちゃ嬉しいです。はい、まあ新生活ということで、まあお互いねこの子供もいますけれども、うん、やっぱりこう野菜食べろとかってよく言うでしょ、健康のために。めっちゃ言います。言うでしょ。これなんや、なんでちっちゃい時って野菜ってあんまり苦手なんやろ。苦いから。でも大人になったら食べられるでしょ。食べれる。ピーマンってこんなに美味しかったんって思うでしょ。なんてその昔自分の時ですけど、うん、こう私まず葉野菜がそんなに好きじゃなかったんですよ、うん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 、そのなんでこんなにとんかつを食べる前にキャベツをこんなにこうもりもりって、うんうん、まあまあね、なんか疑問やったけど、うんうん、でも今はそれがないと、うん、お肉食べられない。さっき野菜食べろってなんかね、そういう、ね、なんかありますもんね。そう、なんかその、うん、ね、でもこの年になってくると、うん、血糖値の話がさっき出てくる。そうやね。子供に対しては、うん、好き嫌いしなさんなよって作ってる人の顔が見えへんのかみたいなことを言ったりはするんですよね、うん、でも自分の子供の頃を振り返ると、うん、やっぱりね、ピーマンあの頃は食べへんかった自分もおったし、食べれなかったです。今でも僕グリーンピースは食べへん。あ、食べそういえば、そうなんですよ。そういえば清水さん、そういえばですよね。大きいトマトは食べられるんですよ。ミニトマトは僕食べないんですよ。なんでちっちゃいかの意味が分かんないから。待って、その存在意義に疑問持っちゃったらどうしたら。ミニトマトどうしたらいいの。そう、ミニトマトが悪いわけでも何でもないですけどね。はい、というわけでこのね野菜の話を何でしたかということなんですけれども、うん、続いてのコーナーはこちらでございます。Let's go。Welcome to my wave ということで、このコーナーは毎週新しいウェーブを起こそうとしているゲストをお招きしまして、私たちの放送の波に乗せてお送りするコーナーです。野菜が好きかっていうね話もしましたけれども、はい、今日のゲストはですね、まあオタクって言ってこういう言葉を使っていくのがあれなんですけど、今日のゲストは農業オタクで、オフィスや自宅など空いたスペースがあればどこでも農業ができるという室内の野菜工場装置を開発した会社のスパイスキューブ株式会社代表取締役の菅井翼さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ようこそ、ね、ぼっくりへほんまですね。でもこれどうなんですか、今僕たちこうオタクっていう言葉使ったじゃないですか、はい、別にいいんですか、こう農業オタクって言われることは。いや、知り合いがオタクとか変態とか呼ばれるようになって。それはどれぐらいご自身で自覚があるんですか。自分が農業にこれぐらいハマってるっていうのかな。ああ、私あの41歳になるんですけど、はい、25歳からずっと農業やってて、20年もう、いやそうですね、16年かな、はい、計算早いでしょ。早いですね。自分のことなんだ。ちょっと待って、今僕が計算間違いしたみたいな。前選手の脳の人も連れてこい。ごめんなさいごめんなさい、はい、ちょっといじってしまいました。いい、全然いいです。はい、どれぐらいオタクかっていうと、もともとは土でトマト、うん、先ほどのトマトですよ、はい、大玉トマト、ミニトマト作ってました。おでも野菜作り好きすぎて、今度は土を使わずに、うん、水と電気だけで野菜作りができる植物工場っていう室内農業ですね。ほう、空間を制御して、ほう、二酸化炭素濃度とか温度とか湿度とか全部コントロールするんですよ。ほう、その中で葉野菜を安定的に美味しく作るっていう技術に憧れて、憧れすぎて家リフォームしたんですよ、植物工場に。あの菅井さんがね、もう本当に何だろう、この普通にっていうか落ち着いたところで話すでしょう、うん、ほんまに好きなんでしょうね。頭が今フォワフォワフォワって、もうだから農業だから、もう野菜が好きすぎてたまらないんだ。そうですね、でもそれが土とかの影響でこの言ったら、まあ、ダメになってしまう時もある、そういったことをなくしたいっていうことなんですか。そうですね、私トマトがめちゃくちゃ好きだったんで、土でトマト農家もう一回やりたかったんですよ、はい、けど台風が来て買おうとしてたビニールハウス全部飛ばされて。なるほど、ありますよね、自然によってね、うんうん、だから自然環境の影響を受けない新しい農業に挑むべきだということで、35歳の時にスパイスキューブっていう会社を作って、はい、でこれから その未来の子どもたちが美味しい野菜を食べれるような時代にしたくて、今農業って就農者がどんどん減ってきてるん で、 そうです、ね、食料自給率が激減してるんですね。まあ、私が呼んで、まあ、広い土地が必要だっていうイメージも当たり前やけどありますよね。そうなんですよ、ありますね、うん、もうだってビニールハウスとかも何個も持ってないと、うん、ね、収益ならないですし、そう、暮らしていけないとか、 なんかそういうイメージはありますけど、そうです、
それがもう室内でできる。そうです、安定的な仕事にしたくて、うん、我々その子育て世代だと子供たちのために美味しい野菜も食べさせないといけないし、うん、子供たちのために収入も稼がないといけないんですよ。そこが大事です。だから天候とかあとは害虫などの自然環境に影響を受けない野菜作り、まあ、農業をやっていきたいということなんですよね。そうです。ただこれ味はやっぱそこ心配じゃないですか。やっぱりこう日光が当たってですよ、はい、自然にも少しこの厳しさ、自然の厳しさもあってこそなんか美味しいものができるのかなって素人的には思うんですけど、それで室内で作った野菜ってどうなんですか味は。まあ菅井さん言うたら美味しいって絶対言うじゃないですか。評判いかがですか。安心してください、客観的に見てですよ、うん、芸能人の方も喜んでいただける野菜だし、すぐ近くにあるポートピアホテルの料理人の方も喜んでいただける野菜です。え、そこも、はい、使っていただいてます。そうなんですね、はい、まあ、関西圏で名のあるレストランとかには使っていただいてます。ただあの我々が馴染みにしている焼肉チェーンのお店とかにも納品させていただいたり、はい、価格もいい、美味しい、見た目もいい、全部揃ってる野菜を作ってます。なるほど。だからこれは別に室内農業をみんなしましょうよっていうわけではなくて、もちろんねこの広い土地で本当に日光を当たってっていう農業ももちろんそれもよくて、ただこれからの日本だったり世界をいろいろ考えていく中で本当に自然とかのその災害に影響されない農業があってもいいんじゃないかと。そうですね。しかも家の中とかライフスタイルに溶け込んでほしいんですよ、農業が。もっともっと、だって最初にその家をっていうふうにおっしゃられたじゃないですか。どういうことなんですか。どういうことですかね。あの新築で2年目にもいきなりリフォームするんですけど、はい、野菜を育てるための部屋を作るんですよ。まず先ほど何畳でした。7畳ですね。7畳まずリノベーションして妻にめっちゃ怒られました。でしょうね、怒られますわね、頭のネジ飛んでんのかって言ってましたでもそんな反対してた妻が今喜んでくれてるのは、部屋で普段スーパーで買えない野菜を作れるようになったからなんですよ。バジルとかルッコラとか。あ、好き。好きでしょ。好きです。美味しいし、美味しいし、香りとかやっぱ必要になるけど、買いに行ってこの量はみたいな。だから詰めたら確かに。そう、バジルを大胆使いできたりしたらめっちゃ美味しいんですけど、ジェノベーゼ作れちゃう。作れます、作れます、家で簡単に。へえ。でも一番いいのはホットプレートで鶏肉、うん、塩と油だけで焼くでしょ、はい、でちょっとバジル乗せて食べる、めっちゃうまいです。いやー、ちょっと待って、今お腹空いてきた。そう、でもそれは分かるんですよ、それは分かるんですけど、作るのは簡単なんですか、難しいんですか。簡単です。だって種から収穫まで6週間でもうできちゃうんですよ。普通畑でやると半年かかるんですけど、もうその装置があったら、装置があったらコンセント1個でできます。どんな装置なんですか。そうですね、今度皆さんに見せたいんですけど、スタジオで。そうなんです、持ってこれない、まあ、ラジオですからねでもそれ、その一つの装置で何種類も育てられるんですか。そう、同時に400種類ぐらいいけます。でも面積によりますよ、ちっちゃかったら5種類ぐらいかもしれないけど。7畳でちなみに何種類作りました。7畳で15種類一気にやりましたね。15種類もいけるの、はい、へー。同じ環境で同時に育ってくれる野菜を見つけるのがうまいんですよ、オタクなんで。なるほどね、はい、この情報量は役に立っているそうですね。オタクすぎて今農業学科の先生もやってます、実は。先生、先生なんです。こう見えてチャラチャラしてますけど。だから土とか水とか、はい、そう光とかそういったことにも、だからもうとことんこだわるってことですよね、多分ね。だからそうですね、うん、ただあのワイナリーの方がこうブドウ農家さんとこ行って、うん、土食べてペッみたいなやつあるじゃないですか、はい、あれはさすがにしなかったですけど、うん、土見て野菜がどう育つかぐらいは分かるようになってきました、うん、へえ、そうなんや。じゃあこれ室内で農業するっていう考えはやっぱりこの菅谷さんの中では、このなんだろう、この逆に言うと農業人口も増やしていきたいという思いもあるんですかね。あ、もう清水さん、さすがその通りなんです。あ、そうなんや。我々がなんでスパイスキューブをやってるかっていうと、うん、個人の農家さんが増えるスピードが遅すぎるんですよ、うんうん、だから私たちはこの業界に企業っていう組織をどんどん巻き込んでいって農業人口を上げていきたいんですよ。なるほど。今ね、あの若い方でも農業を新しく始める方も多くいらっしゃいますけれども、やっぱり高齢化が進んで農業をやめざるを得ない、そしてやっぱりそのね、田畑がやっぱりこの空き地になってしまう
このっていうところが多いですもんね、うん、そういったことをなくしていきたい。そうですね、耕作放棄地もなくしたいし、うん、食料自給率もそうだし、うん、未来の子どもたちに安心安全野菜を我々が作ってやれるか、うん、そういうビジネスを提供できるかっていうところが、うんうん、スパイスキューブの事業使命かなと思ってます。なるほど。この装置を開発するのに一番、ま、難しかったことってどんなことです？何が難しかったですか？何の調整っていうか。ああ、まず受け入れられるかどうかですね。ああ、そうか。あ、だから一番初に僕が言うたやつですよね、はい、外で作って日光当たって雨風にもさらされて大変だけれども、そこで育った野菜の方が美味しいんちゃうかってやっぱり思いますもんね。うん。そうじゃないんだっていうところ。そうです、怪しい会社って思われちゃうんですよ。あ、なんでなんで、だって土使わずに美味しい野菜作れないのに、作れないと思ってる方にいくら説明しても理解してもらえなくて、食べてもらったら全然反応変わりますよ、うん、あ、食べさすことが当時できなくて言うだけなんですよね。ラジオでこう映像を伝えるの難しいじゃないですか、うんうん、それと一緒で、うん、だからこうあれですよね、例えばお皿にサラダを作って、うんうんうん、じゃあどっちが土を使ってない方なのか、うん、土を使った方なのかって多分絶対分かんないと思うんですよね、うん、食べた時に、うん、そうだね、ただこうなかなか農業する人って少なくなってきて、うん、こういう会社ができて、うん、あとこう見た目にこだわってみたりとか、うん、でしかも時期が早いってすごく嬉しいじゃないですか、うん、そうですね、安定、買うお金とか安定してくれたら、うん、それこそ私たちとか、うん、ね、ご飯作るのに野菜、うん、野菜が高いからなんか絞るんですよ。まあまあね、それはもうしょうがないことで、やっぱりこう天候に左右されることもあれば、やっぱり毎年ね、うん、価格も違うわけじゃないですか。それがまあ室内でもし安定的にできれば、値段っていうのも一定にはもちろんなるわけですもんね。おそらくそうですね。ナツさんご指摘された通り、うん、春キャベツが例年の3倍の値段になったりしてるんですよ。今ね、高い。そう、みんな買えないって。本当に高い、うん、でもこれはでも一般の農業っていうのを先ほど、ね、うん、おっしゃってましたけど、それを全く否定するわけでは全くなくて、うんうん、農業の仕方の方法がまた一つ増えましたよっていうのであればすごいいいですよね、うん、そうなんです、うん、私はその農業界に個人農家さんがたくさんいらっしゃるんですけど、うん、企業農家を増やす仕組みを作りたかったんですよ。ああ、個人農家さんが多くて、あ、企業農家さんがそんなにいないから、はい、企業は農地持てないんですよ。あ、そうなんですね。借りることはできるんですけど、所有が難しい。そうか、法規制があります。その仕組み作りのために動いてきたけれども、やっぱりなかなかその理解をしてもらえなかったっていう苦労があったわけなんでしょうね、はい、これ神戸で、でもこれ野菜工場を使った新しい取り組みっていうのもあるんですよね。はい、今ですね、うん、神戸市長田区で社会福祉法人の方と一緒に新しく室内農業をしてるんですけど、ハンディキャップをお持ちの方が主役になれる農業って、はい、おそらく室内農業が適正だと思うんですよ。あ、 なるほど、ね、なぜかというと同じ空間、まあ、駅地下だし、はい、温度も一定化してるし、うん、危険な農機具とか一切使わないんですね、うん、で炎天下でもないっていうところが、うん、ハンディキャップをお持ちの当事者もそうなんですけど、うん、親御さんの安心感が全然違います、はい、働く環境がめちゃくちゃいいです、うん、それこそラジオを聞きながら音楽を聞きながら農業できるんですよ。そっか、だから農業っていう言葉じゃない、またなんか新しい言葉ができたらいいのかもわかんないです ね、 なんかね、そうですね、もしかしたらね、はい、でも先ほどおっしゃったようにこれは自立支援の取り組みにもつながってくるかもわからないし、うん、何か本当いろんなことがこのみんながウィンウィンの関係になったらすごくいいなって思いますよね、うん、消費者にとってもじゃあお野菜の値段がそんなに変わらずに済む、うん、そして農業、本当に農家をやられている方々もこの雨が降った台風が来るって、うん、そこで心配って毎日毎日心配するわけじゃないですか、うん、そういったことも取り除くことができる一つの方法があるかもわからないってことですもんね。はい、もうおっしゃる通りです。あ、これとやっててよかった、今やっててよかったなと思います。いや、まだ答えは見つかってないですけど。ああ、そうなんや。はい、僕はその家族を幸せにしてようやく正解だと思ってるんですけど、妻に喜んでもらえたら正解なんでしょうけど。奥さんはどういったことに一番喜びますか？じゃあ今ですね、うん、ケーキを食べることに喜びを見出してますね。お、そっち野菜と全然関係ないや、はい、もうとにかく甘いものさえ食べてたら幸せを感じるらしくてじゃあたくさんの だからしっかりそれをビジネスにしようということか。そうです。で、僕はその妻が甘いもの好きっていうんで、うん、開発した野菜というかいい種見つけたんですけど、うん、なんすか、蜂蜜の味がする葉っぱ野菜があるんですよ。
蜂蜜味ですよ。蜂蜜味の野菜あるんですよ。まあ僕は食べへんけどな。いや食べようよ。美味しい。えってなって美味しい。ちょっとコーヒーと一緒にその蜂蜜味の葉っぱ食べるとすげーってなります。あ、葉っぱを使った料理をするじゃないですか。じゃあもう葉っぱ食べるでいいですよ。葉っぱ食べるでいいですね。甘いし栄養価もあるんですよ。で僕はその葉野菜おすすめするのは、はい、健康維持のためにサプリメントって皆さん、あ、飲みます、気軽に飲んだりするじゃないですか。多いです、うん、けどサプリメントはだいたいすぐ栄養価があの排泄されてしまうんですけど。そうなんですか。生野菜食べるとゆっくり体に栄養価、はい、摂取されるんで、うん、やっぱり生で食べれる野菜の需要を喚起していかないといけないな。妻に健康になってもらわなきゃいけないなと思ってやってます。だから今の僕のこの蜂蜜味の葉っぱは僕は食べないって言ったでしょ。だからその概念が全くないから、それが多分おそらく今菅谷さんの中ではやっぱりいろんな企業さん、いろんな自治体にも回ってると思いますけど、そこが一番の課題なんでしょうね。うん、分かれへんもん。やっぱイメージつかないですもん。あ、そうです。やっぱり土から栄養を取って、うん、やっぱり日光を浴びて、うん、やっぱそれが野菜って思うじゃないですか。そうじゃないんですもんね。家の中でできちゃうんですもんね、うん、これ。そうですね。家だけじゃないんですよ。オフィス空間にもあるんですよ。あ、え、じゃあオフィスの中に。ここで育てながらラジオもできるってことですね。あ、全然できますよ。あの、なぜかというと、一昨年百貨店のショーウィンドウの中で野菜作りしました。え、ちょっと待って、え、どこの百貨店ですか。大丸、あ、言ってしまった、大丸百貨店です。へえ、はあ、ただ京都店の方ですけどね。え、でもこれからのこの菅谷さんのこの何、目標っていうのはどういったことになります。目標ですか、うん、夢っていうのかな、これを成し遂げていきたいっていうのは、うんうん、奥様のケーキが好きだっていう話ではなくええやんかケーキ好きやんか、ま、僕も生きてる間に何か農業界に貢献できることはしたいなと思ってます。あ、すごい。で、あとはですね、来年大阪関西万博あるじゃないですか、はい、あそこで室内農業の最先端の技術を世界に発信していきたいと思ってます。あ、でもそれいいですね、うん、面白いし、うん、その日本だけじゃなくて海外とかいろんな言った地域の、うん、言った水、なかなか雨が降らない地域だったりとか、うんうん、そういうところでもそうですね、健康的にその食べ物から健康になれる野菜を、うん、そのいろんな国で食べれるってことを考えた、うん、今日本で考えたからあれやったけど、うん、それこそアフリカだったりとか、うん、暑いし雨がなかなか降らないとか食べ物が少ないっていうところとかでこれが行ったらすごいですよね。そうですね、耕さなきゃっていう労働力ができる人もどれだけいるかわからない国がたくさんある中で、うんね、これが世界的に発信できたりとか万博通じてとかできたら、うん、それこそ本当に未来の健康というのか子どもたちにつながっていくのかなっていうふうには感じますね、うん、地球規模じゃないですか。ナツさん、ありがとうございます。実は地球規模でもう一個解決できる問題があるんですよ、はい、お野菜を育てる過程でですよ、はい、水と電気だけじゃなくて実は二酸化炭素も野菜にたくさん吸わせることができるんですよ。あ、環境にももしかしたらいいかもわかんないと、はい、地球温暖化の原因、温室効果ガスって二酸化炭素が7割なんですけど、はい、その二酸化炭素を地球上からある程度消せる能力があるのは植物なんですよ、うん、なるほどね。それをいろんな場所でやってみたら二酸化炭素濃度その空間中から減らせるんですよ。こんな素晴らしいことはないんですよ。なるほど。いや、もう本当にもう喋ってる顔っていうかこの表情っていうか声見てると本当に好きなんだなっていうのが伝わってくるんですけど、あえてね、やっぱりちょっと僕ちょっと意地悪な質問をしたいんですけど、あえてですよ。でも今本当に、まあ、農家の方たくさんいらっしゃるじゃないですか。ね、こうやっぱり大変だけども毎日毎日本当にもう日、これから夏になったらまだ暑い中大変なわけじゃないですか。そういった方々にはどういった思いを持たれてますか。私はですね、うん、そういった方の応援をしたくて流通構造を変えたいんですよ。苦労して一生懸命作った野菜が結局買い叩かれる、相場に巻き込まれる、うんうん、これをなんとかしないと日本の農業変えれないと思ってて、うんうん、僕はそこを生きてる間に変えたいと思ってます、うん、今はスタートアップやってますけど、うん、ゆくゆくは政治家になりたいんですよ、うん、政治の世界で農業を変えたいんですよ。なるほどね、はい。だから本当に今はそういう支援策って言ってもこの、まあ、室内 の, その農業の支援策って全くはなくて、こうなんだろう、いろんなところに本当の欲しいところに手の届く、そういったことを考えていきたい、はい、あ
もっともっと農業を身近にしたいです。今ね本当に農業だけじゃなくて、うん、畜産の畜産界というのもすごく大変なんですよね、うん、乳牛の方もそうだし肉牛の方もそうだし、うん、餌代もすっごい上がってるわけです。電気代もすっごい小屋がってるわけです。でも原価で原価っていうかお肉を下ろすところお肉の値段ってそんなに上げることでできないんですよ。消費者の方々に迷惑かけたくないって生産者は思うから。でもそこで苦しんでるのって結局生産者の方なんですよね、うん、だからそういったことに変動されないようなことをしていきたいということなんですかね。そうです。一次生産者産業作ってる方のステータスを上げる必要があるんですよ、うん、そこがステータスが上がらなかったら一次産業者みんなやっぱり離農したりとか酪農もそうだし漁業もそうだし新しく若者が入ってこない産業になっちゃって輸入依存になるかどうかですよ。なるほどね、そうですね。そっか、そう、いや今日はねいろんなお話聞きましたけれども、やっぱりまず僕たちも食べてみるっていうことがねすごく大事、うんうん、それであそうなこんな味なんやこういう味なんやっていうのをね、うんうん、またこのラジオでもお伝えできたらなと思っておりますので、ね、ぜひ今度食べさせてください。はい、はい、今日なんで野菜持ってこなかったんだろうってスタジオ入った瞬間から反省してますほんまですね。先週もあったけど ねなんで VR 持ってこんかったやろっていう、ね、はい、楽しみにしてます、はい、今日のウェルカムトゥーマイウェーブ今日のゲストはスパイスキューブ株式会社代表取締役の菅井翼さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。もしもの未来だんだんなんか表情見る面白くなってるこのコーナーではこれからの未来に向けて頑張るリスナーの皆様から頑張っていることや将来の夢にまつわるお便りを募集し紹介していきたいと思います。いい、今回のテーマはこちらです。ほい、安定って必要っていうことなんですけれども、皆さんからねこの安定って必要ですかっていうねメールを募集したんですけど、うん、夢を目指すときに例えばですよ、うん、例えば夢を目指すときに安定って求めますよねよねってやっぱり僕は求めるのもあんま難しいなちょっとどうしたいやいやどうなんやろどうしたってなっていうなんかその、うん、例えば、うん、夢を見るとき夢を見るっていうかその、うん、まあ、将来の職業をやったりとか、うん、夢見るときの年齢によりません？これ若かったら私が例えば、うん、絵描きになるを高校生で言ってたら、うん、なもうバイトでもするみたいな、そう、うん、そうやね、もう深夜のバイトもするし、うん、朝からもうコンビニでも入ってでも、うん、お金を稼ぎながらやるって言うけど、うん、絵を描き出したのが27歳やし、なるほど、で子供育ててるし保育園も車でも送り迎えやって、うん、生活せなあかんからね、そう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 、うん、ね、それもあるから、うん、やっぱ安定するために挑戦はしてるけど、うん、やっぱこの、うん、これ大事安定大事っていうのは、うん、やっぱ離れなかったかな。なるほど、これね、うん、多くの方から本当にたくさんのお便りいただいてて、はい、あの神戸市北区ののりちゃんさんなんですけども、私は大学の非常勤講師をしていますが人間関係がうまくいかずまた収入面も不安で少し心が疲れていた時期がありました、はい、そんな中でコロナになってしまってちょうどリモート事業員になったので、うん、思い切って、旦那と田舎の古民家に引っ越しました。田舎での暮らしは不便ですし車移動で意外とお金がかかるのですが、うん、心の安定は得られたような気がしますと。だから安定にもいろんな種類がやっぱもちろんあるじゃないですか、ね、経済的な安定、あとは心理的な心的な安定、他にもいっぱいいろんな安定があるかもわかんないけど、だからどの安定を求めていくかやよね、うん、だから僕なんかも今47今年48でしょ、はあ、やっぱ息子まだ小学校4年生でしょ、うんうん、やっぱり正直言うと落ち着きたいなと思います。その落ち着きたいなと思うのが安定を求めているのかどうかっていうのは分かんない。でもなんか分かります、こう世話したくしたくないみたいな、ね、分かるかな、うん、まあそうなると、うん、やっぱ交感神経も上がっちゃうし、うん、疲れやすくなっちゃうじゃないですか、ね、そうやね、なんかもったいない時間とか、そうそうそう、変なことで自分がずっと悩んじゃうやんか、すると安定したいなって思ってしまう自分もおるけど、でもその安定がおもろいんかって言われたら
分からへんよね。そう、これはね、これだから刺激もやっぱり人生って大事やし、そうそう、あ、その落ち着くっていうのももちろん大事やし、うん、これ今日このテーマ選んだディレクターさんはなかなかですよこれ、ね、みんなして安定言うとったけど、はい、ね、このラジ金銭面の安定のことみんな言ってたよね。そうやね、でもこれ聞いて今の、ね、今のメッセージ聞いて、あ、そうやって思いました。心も大事、はい、あのラジオネーム神戸市の絵エブフリエイさんからもらってます。ありがとうございます。私は安定よりも自分の気持ちをまず大切にすることが大切かと思います。特にお金の安定、あ、私の知り合いでかなりのお嬢様がいるのですが、うん、お金や社会的地位も安定している人なのにいつも愚痴ばっかりで満たされていません。あら、まあ、その人を見てると安定って一概にいいものではないのかなと思います。だからお金金銭面的に安定していても、まあ、もちろん見方っていろんな人によってねそれぞれ違うから、その方が本当にこう愚痴ばっかり言ってるかどうかは別にしてなんだけれども、お金があっても違うんじゃないのって思う方もいるかもわかんないですよね。そうですよね、うん、だってビル・ゲイツだって離婚するんですもんね。まあお金、まあ、まあまああれは離婚したらね、それはそれで内容知りませんよ。そうだ、夫婦なんか知りませんけど、うんうん、なんとなく、うんうん、あ、この人もそういうことあるんやなと思ったんで、まあ、そうやね、うんうんうん、あとは西宮市の晴れ時々心心平さんからもいただいています。清水さん、那須さん、こんにちは。今日のテーマ安定ですが、私は必要だと思ってます、はい、両親は自営業で仕事しているのですが、はい、収入が不安定で決していい生活ではありませんでした。はい、子供の頃からそのことを感じていた私は、社会人になったら絶対に会社勤めしたいと思い、以来ずっと会社勤めです。そのおかげで収入も一定で安定していて、健康保険や厚生年金もかけているので将来の不安は今のところありません、はい、ただ会社員として会社に縛られながら生活していかなくてはいけないのは大変ですけど、この先不安な将来を考えたら自営業でやるよりまだ安定だと思っていますと。これもすっごいめっちゃわかる。だから僕はサラリーマンだったじゃないですか。あ、そうですよね。読売テレビというところに勤めさせていただいてて、そこからフリーになって、はい、まあ、自営業、まあ、になるわけですよね、はい、やっぱり会社ってこんな風に守ってくれてたんだっていうのを辞めて初めてわかることっていっぱいあるんですよね。はい、だからそれが本当に安定だったかもわかんないし、うん、今こうやってせせこましくっていうか、もう何も明日どうしようとか2年後どうしようとかって思ってる自分が、でもやっぱりこんな自分でいたいなって思ったりとか、めっちゃ揺れ動く、でももう48やし子供が持っていかなあかんし、うん、安定せなあかんよなって思う自分もおる、うん、だからこの晴れ時々心心平さんの、こう迷ってるんだと思うんですよ、うん、多分お父さんお母さんの姿見てあれが嫌やったっていうわけでは決してなくて、うん、でもやっぱりお父さんお母さんの大変そうな姿を見てて、自分はその会社に勤めっていうね安定の道を選んだっていうところなので、なんか、あ、なんか考えさせられますね。なあ、うん、なんかその私も今絵一本でやりだして、うん、言うたら自営業じゃないですか、うんうん、確かに大変、24時間営業やから大変っていうのもありますけど、うん、いや、なんか考えさせるな、なんかもう答えが出てこようにも難しかったり、この安定って皆さん本当にね、この後もねまだメッセージを多分ご紹介させていただくお時間ってたくさんあると思うので、皆さんにとって安定ってどうなんだろうっていうのがあれば、またねこのメッセージいただければと思います。メールは sn@jocr.jp sn@jocr.jp なんでね、また皆さんね全然メッセージ送っていただければ嬉しいなと思いますね。でもう一つ今日皆さんにお便り募集したじゃないですか、はい、マイルール、マイルール、そう、マイルールってあります？那須さんは。私は、うん、イベント出ることがあって、6日間、うん、1日、まあ、10時間ぐらい、うん、もう出ずっぱりのイベントがあるんですけど、うん、その時にリクエストペイントっていうのをお客様の目の前で絵を描くっていうことをするんですけど、うん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 、体力がいるんですよね、うんうんうん、それを6日間続けないといけないので、うんうん、なのでまあ前後には食べ物はめっちゃ健康的なものを食べたいっていう。なるほど、あ、それは大事やね。なるべくその体調をねやっぱ整えないといけないので、うん、ラジオネームシャルビットさんからは、はい、人間どうしても人や環境に心を乱されてしまうので、うん、心の安定を保つことはとても難しいのですが、なるべく安定を継続するために心がけているマイルールはみんなで楽しむ、
楽しむときは自分だけじゃなく、必ず周りも一緒に楽しめるように、相手も自分もウィンウィンでいられるようにと考えてるらしいですね。なるほどね。なんかだからマイルールって大きく捉えることもあるし、僕はこの本番中にはご飯食べない、本番前にねご飯食べないっていう自分の中のルールがあるんです。これは何でか知らないんですけどね、はい、これが本番が夕方の何時であっても、その前に僕はあんまりご飯食べない派なんです。それで何時間前とかは特に決めず、決めずにこう絶対にお弁当を食べる方もたくさんいらっしゃるんですよ、出演者によってはね、うんうん、でも僕は絶対にねこう食べない派、それが自分のマイルール、なんか食べたらあかん派なんです。おお、なるほど。全然食べてもいいと思うんですよ、うんうんうん、それがでもマイルール、だからそれぞれのこだわりが多分あるとは思うんでね。 あると思いますね、はい、うん、なんかねこう皆さんのこういうマイルールももう一個紹介しましょうか。はい、はい、兵庫県伊丹区ですね、ラジオネーム柿の種さんからいただきました。ありがとうございます。シミケンさん、キコさん、こんにちは。仕事や趣味など新しいことを始めるとき、昔から言われている3日、3週間、30日、3ヶ月、3年やってみよう、頑張ろうと思って始めます。親からもよく言われました。これは私、これ私あります。今の新社会人は自分の希望の配属でなかったり合わないと思うと入社早々に辞めてしまうとか、私の世代からすると考えられません。我慢してやってみるということも必要だと思います。なるほどね。そっか。あ、すいません、兵庫県伊丹市ですね。失礼いたしました、はい、まあ、そうですね。本当なんだろう、でもずっと続けなくちゃいけないというか、続けることってすごく大事だし、でも、うん、あかんって思ったら僕はそこで自分で踏ん切りつけるっていうか、うん、こうなんだろう、自分でそこで一回線引くのも僕はそれも一つの勇気やと思うんでね、うん、ただこう一つ決めたこと、自分の好きなことは見つけてほしいなとは思いますけれどもね。そのやるっていうことで、うん、私実は X で、うんうん、何かのそのタグ、流行ってるタグに乗っかってやったことがあって、うん、自分がやってること、うん、絵をやってとりあえず3年やってみたっていうのを書いたんですよ、うん、なるほど。そしたらなんかこう結構いいねをもらったんですけど、うんうんうん、とりあえずやってみる、うん、なるほどね、途中で止まってもいいんですよ。ただ3年間、うん、全く止まってる、うん、半年は止まるのはちょっと止まりすぎやから、うん、ちょこちょこでもいいから続けてみるっていう、うんうん、そしたら今ね、うん、そんな絵描いてて急にラジオで喋るわけではないですけど、絵描きとしてまだまだねやっていけてるので、うん、はい、我慢っていうのは良くないよねって言われる風潮でも今ってあったりもするけど、うん、好きなことに対しては自分でね、ちょっと厳しくなってもいいのかなとはちょっと思うかな。はい、もしもの未来、そして安定、そしてマイルール、皆さんからお聞きいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ではこちらはですね、夏希子が毎週いろんなものをおすすめするコーナーになっております。はい、はい、今週はですね、はい、神戸の可愛い雑貨屋さんマルシェなんですけども、うん、実はこちらですね、来週4月の18日木曜日から4月23日火曜日まで、サンチカホールで行われるイベントになっております。結構長い期間やられるんですね。そうなんです、6日間になってます、うん、はい、でここで気になりませんか、4月18日木曜クリップの日なんですよ。あ、ほんまや。はい、私もくりに出るので初日ちょっといないんですけども。ああ、なるほど。はい、だからまあね、この皆さん出店者さんもそれぞれ事情があるから、こう毎日いい出店されるってわけではないんですよね多分ね。あ、でもね、みんな実は6日間出店するんですけど、私ちょっと特別枠になりました。あ、なるほど。なぜだかというのか、売り場にはいますので、うんうん、安心して絵をね見に来てくださったり、私も出店しますので、はい、絵を見に来てくださったりですとか、グッズご用意しておりますので、うん、はい、18日からねお買い物に来ていただきたいんですけども、はい、こちらですね、神戸の可愛い雑貨屋さんマルシェなんですけども、31店舗の今回ですね、お店、かわいいお店がサンチカホールに集結いたします、はい、6周年を迎える神戸のイベントになっております。それで、私第1回目から出させていただいてるんですけど、はい、はい、今回ちょっとお店をピックアップしましてご紹介したいなと思います、うん、はい、まずですね、つなぐ手さんなんですけども、もうつなぐ手と聞いたらもう手をつなぐっていう意味になってくるんですけど、うん、はい、主にアクセサリーやハンドメイドの帽子などですね作ってらっしゃいます。すごくね明るくて
まあ、身につけるだけですごくハッピーになっちゃうんですけど、あの清水さん、私と一緒にあのパンフレットの撮影した時に、はい、私頭になんかシュシュつけてたの覚えてます。ほうほうほう、ありましたね。手元に 黒、うんうん、黒にグリーンのクルクルがついてるシュシュ、はいはい、あのラジオ関西さんの4月5月6月号の、ね、タイムテーブルの表紙、そうです、はい、その表紙のそのシュシュはつなぐ手さんが作ったものです。そうなんだ、はい、そのアイテムを、ね、実はつけさせていただいたんですけど、本当に気分上がるんですよ、うん、で、つなぐ手さんに作品の、ま、思い入れですね、うん、とかを聞いてみました。作品の思いとしては、もっと自分を楽しもうをコンセプトに、年齢や人の目を気にせずつなぐ手アイテムを通して自分らしさをぜひ楽しんでねという思いで作ってますということでした、うん、もう本当に個性的なアイテムが1点ずつね、うん、あって、これすごくおすすめになってるんですけども、うん、最初作り出したきっかけとしては、子供お子さんのヘアゴムだったりとか、うん、それを作ったのがきっかけで、うん、もっと作ってみようっていうことで広げられたんですよね。今本当にね、このマルシェって、うん、やっとこのコロナが明けて、こうマルシェの時、そうそうそう、本当にコロナの時ってマルシェができなくて、すごくやっぱり作家さんたちってすごく大変だったじゃないですか、うん、めっちゃ大変でした、ね、でも今やっとこういう風にできて、多く、ね、こう開催されるとこがあるのはすごく嬉しいなって思ってて、うん、はい、でもその作家さんたちにみんなに話聞くと、うん、やっぱりまずはこう趣味で始めた、自分のために始めたっていう方がすごく多いですよね。だからこう誰かのためにっていうのは結構後からついてくる、うん、もので割と身近なものから始まっていくんですね、うん、で特につなぐ手さんをご紹介した理由としては、この神戸の可愛い雑貨屋さんもあるし6周年目なんですけど、それより前から実は違うイベントで私も駆け出しの時に出会ってたんですよ、うん、でマルシェがあるよっていうので参加した時に、うん、いるやんかっていう、もうびっくりというのか、ここでこんな縁ってつなぐ手なんやなって思って、なるほど、それこそね、うん、今ちょっと無理やりくっつけちゃったけど、なんかそのでもちょっとね、知り合って長いっていうのもあるんですけど、はい、今もこうして一緒に出れるっていうのすごく幸せだなっていうふうに思ってます、うん、このやっぱりクリエイターさん同士、作家さん同士のつながりっていうのはやっぱ、はい、マルシェやっぱすごく強いんですか？めちゃくちゃ強いですね。やっぱ百貨店に出店される方も非常に多いので、うん、やっぱりすごく幅広く活動されるんですけど、うん、一緒にやってみようっていう形で一緒に仕事につながったりっていうのもあって、あ、そっか、だからこのなんだろう、この、ね、変な意味で言うと、このお客さんを奪い合うってやっぱなるじゃないですか、いい商品だったり好きなものだったりとか、ね、でもそうじゃなくてマルシェだからそこにいっぱいあるから、うん、そこにこれが好きな人が来てもちょっと横を見てもらったりとかっていうことなんでしょうね、多分ね。もうなんか逆にお店の人が、うん、来て来てみたいな感じで引っ張り合っちゃったりとか、作家さん同士がそして紹介し合ったりとか、そういうことが、ね、できる空間にもなってるんですけど、あと、もう一つですね、食べ物系なんですけど、うん、キューティフルさんっていうパウンドケーキを作ってる作家さんご紹介したいと思うんですけど、まあね、どういう風にね、ケーキいつもどんな気持ちで作ってるのっていう風に DM でちょっと聞いたんですけど、はい、自己満足スレスレのケーキ作ってますかっこ笑いっていう感じで来てて、うん、言ったらもう自分が昔食べて美味しいって感じたものだったりとか、うん、食材を使ってるんですよね、うんうん、でも自己満足スレスレなんだよねって言っても、うん、すっごく丁寧に作ってるのが分かるんですよ。なるほどね。食感だったりとか、うん、その素材によって全然違うし、うん、しょっぱいものがあったり甘いものがあったり、うん、あとこう四季に合わせて作ってたりもしますし、うん、で大人気でいつもやっぱ売り切れちゃうんですよね、うんうんうん、でちょっとインスタ一番最新のやつ見た時にレモンケーキが出てて、ぜひね清水さんも後でちょっと見ていただきたいなと思うんですけど、はい、本当に美味しそうなんですよね。今度出るのかな、わかんないんだけど出るのかな、ちょっと呼びかけときます。なるほどね、この電波使う気か、まあ、でも本当、ね、インスタとか見てても本当にマルシェに出店される方っていうのをね、うん、出品とかいっぱいしてて、僕もやっぱりこのアクセサリーとかってこう手にこう、ね、はい、ブレスレットとかってよく見るんですけど、うんうんうん、本当皆さんそれぞれ工夫されていて、はい、なんだろう、このやっぱりこう自分で店舗を、ね、こう大きく持つってすごく大変なことじゃないですか、うんうん、でもそうじゃなくて SNS だったりとか、うん、こういうマルシェだったりとかで皆さんに見てほしいって本当努力されてるのがすごくわかるから、うん、なんかそういった方が集まってるマルシェってすごくやっぱ魅力あるものになりますよね。もう商品一点一点にすごく愛を感じるので、うん、ぜひ、ね、それも感じていただきたいですし、うん、でこの三地下ホールのイベントも結構大人気のイベントになってるんですけど、主催者さんおりまして、はい、ソルムさんですね、うん、
雑貨を扱ってるんですけども、実は私の一個下なんですよ。若いでしょ。ほんまですね。主催でその言ったら、ね、取締りみたいな感じじゃないですか、はい、そのパイプ役でもありますし、うんうん、で実はこのソルムさん、あの元町商店街の6丁目にお店を構えてた時期からの知り合いなんですけども、はい、私絵を描くので雑貨ではないんですけど、うん、誘っていただいたんですよね。これもまた不思議な話なんですけど、ね、ご縁ですね、本当に縁、うん、で実際、ね、なんで三地下ホールでこのイベントを始めたかっていうと、うん、三地下ホールで、まあ、急遽空きが出たんですって、うん、急遽ね。でそしたらあの知り合いのお店の人とか誘ってやってみないかっていうことを、うん、声をかけていただいたのがきっかけで、うんうん、ここの場所でイベントをするっていうことになったんですよ。へー、はい、で三地下ホールのイベントってあの三宮ねよく来られる方は知ってるかもしれないんですけど、割と渋いイメージのイベントが多かったんですよ、うんうんうん、あの着物だったり壺だったりっていう、うん、結構ね渋めだったんですけど、うん、まあどうなるかなって思いながらも、うん、その個性豊かなバラエティに富んだ作家さんたちに声をかけて2018年にスタートしたんですね、うん、で本人は主催をするのは初めてやったけど、三地下の担当さんからも、まあ、こういう若い人向けのイベントをぜひやってみたかったんだって、はい、なるほど、まあ、好評をいただいて、で駅からもめちゃくちゃアクセスいいんですよ、うん、JR 阪急阪神地下鉄もほとんど全部三宮に集中してますので、うんうん、本当に徒歩3分ぐらいでつけちゃいます、うんうん、はい、であとお客様と出店者だけの出会いじゃなくて、うん、お客様とお客様も出会えるイベント、うん、で一緒に買い物を楽しめちゃうっていう、うん、もうさっきね、清水さんもおっしゃったみたいに、はい、こうさっき別のお店にいたお客様が、うん、ここにいたお客様と、うん、なんか一緒に回り出したりとか、そうそう、意外にマルシェってね、本当、うん、なんだろう、こう知らない者同士がいてもそこで友達になったりするってめちゃくちゃ多かったりって聞きますからね、うんうん、であれそのアイテムどこどこのお店じゃない、うん、ってそう気に入って買っちゃったみたいな、紹介してもらってっていう、なるほど、ね、そういうお話の場だったり、皆さん会いに来てくださる、 あとたまに通りすがりでたまたま見かけた人も、 そうですね、うん、その買い回りをしなくても、うんうんうん、三地下ホールで全部可愛いのが揃っちゃうっていう、そう、まあ、そこも魅力ですね、はい、なのでね、ぜひ4月18日から23日までですね、うん、朝10時から夜の8時までやっておりまして、うん、23日最終日は16時までなんで、あ、ごめんなさい、16時じゃなくて6時までですね、うん、夕方6時までになってますので、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思います、ね、これ本当に取材するってすごく大変なんですよね、本当にその場所の管理もそうだし、うん、こうやって出店者さん集めなくちゃいけない、うん、集めなくちゃいけないというか声かけなくちゃいけないし、うん、でもこうやってね、こう三地下を盛り上げたいっていうのももちろんあるだろうし、また作家さんとかそういう仲間をね、どんどん増やしたいっていう思いが多分あるだろうから、うん、なんかそういったね、マルシェを多分開催するんでしょうね、そうですね、うん、もう本当にキラキラした空間になってます、うん、でそして私ポスターを書かせて、ね、いただいておりますので、うん、はい、清水さんの、ね、手元にも今、ね、チラシがあるんですけれども、はいはい、この絵柄ですね、後で、うん、SNS の方にも載せたいなと思ってるんですけど、はい、今日実は着てきてるのが私が描いた絵の T シャツだ、 T シャツなんですけど、はい、これは去年ですね、うん、昨年5周年、うん、10回目開催を記念して作ったグッズになってまして、はい、今回もこの絵柄でグッズが出ますので、ぜひお楽しみにしててください。はい、これがもう4月の、はい、4月の18日から4月の23日、はい、神戸三宮三地下ホールで行いますので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。はい、ではこの辺で夏気候のおすすめ気候でした。3時46分になりましたね、はいはい、ね、こう3時から生放送って本当どうなるのかなって思った時もありましたけど、ね、2回目になるとね、なんとなくこう、まあ、掴めてきたっていうまではまだ全然偉そうには言われへんけど、うん、なんかこんな感じでね進めていけりゃいいのかなっていう感じですか ね、はい、でもお便りたくさんいただいてて、はい、これやっぱりこう安定の時ってみんなすごい考えてくださったみたいですね。ほんまですね。そう、大須賀市この花区のボルケノーさん、安定には様々な捉え方がありますね。チャレンジする時の安定はある意味必要ではない方がないかと思う、いい方がいいと思うね、うん、ただ勢いつけばそれも安定となるものです、うん、私自身強い人間ではありませんが、精神面ではいろいろな曲や名言を 足場にする感覚にしていますということなんで、だから本当安定って経済的に面もある、うんうん、僕たちってね打ち合わせの時に安定がええやんって言うだよみんなで、だからスタッフもみんな言うてたから、あれってみんな
経済的なことやったんです多分お給料事情よそうでも心の安定も必要でも、うん、やっぱり心の安定を得るためには、うん、ある程度の経済的な安定は必要なんじゃないのかな。そうよ、あの現実問題やで、こんなん言いたくないけどいやでも現実を伝えるのも大事やから、うんうん、そうやな、そうやな、そんなもあるかも分かりません ね、 ね、はい、あとこれは僕面白かったのね、このストレス解消法っていうのもね皆さんにお聞きしたじゃないですか、うんうん、大阪区東大阪市のさやかさん、はい、清水さん那須さんこんにちは、お二人の空気感とっても好きです、嬉しいですね、嬉しい、ありがとうございます、ね、私のストレス解消方法ですが、いらない髪をくしゃくしゃにすることですね周りに言うと怖がられるのですが結構リフレッシュできますよ、だってちょっと待って、さっきのアグリーベイビーみたいな感じ、うん、まあ音がいいのかな、感触がいいのかな、あ分かれへんけどね、プチプチやるみたいな感覚ですか、プチプチやる人もいるよね、あのポンポンのプチプチ、いるよね、ありますよね、それもいる、わじゃあちょっとほっこりした、ほうあのちょっとあの お話と、あのメールいただいてますけど、はい、運び屋のケイさんですね、はい、ありがとうございます、うん、私のストレス解消法は生後6ヶ月の自分の子供と遊ぶことです。あ素晴らしいな、ね、おもちゃを使いながら遊んだり喋、うん、りながら遊んでます、うん、ね、本当ね、その時ってすごくこうやっぱ大変すぎて、うんうん、なんか楽しいって思えない時っていっぱいあるじゃないですか、子育てしてる時ってね、はい、でもそうやってこれがストレス解消法って言えるのって素晴らしいことですよね、ねえ、ほっこりするわ、ね、あの大阪市北区のみーたん大好きさん、うん、私のストレス解消法は家から歩いていける銭湯が4軒あるんですって。えそんなにあるの。それぞれの銭湯でいろいろなお風呂に入り、風呂上がりにフルーツ牛乳を飲んで気分転換していますって。僕もねこれね、息子とずっと銭湯行くのが昔ながらの趣味で、ただね、その銭湯がこう潰れちゃったんですよ。だ時代なんかなっていうね、あのスーパー銭湯っていっぱいあるじゃないですか、うん、でも本当に街の中にある銭湯、昔ながらの、はい、あの赤と青のボタンがあるやつ、なんかめっちゃ懐かしいので、知らんそういうの。いや、私も昔ながらの銭湯は、うん、一応近くにはあるんですけど、うん、めっちゃちっちゃい頃かな。あそうなんや。僕それをもう息子、うん、もう赤ちゃんぐらいの時から連れてってて、うん、もうおかんからはもう気をつけてねって、赤は熱いんやからっていう、だから今の子供は知らないじゃないですか、うんうん、でもそういう銭湯に行くのが大好きで、でもそこがこう潰れちゃって、うん、今もやっぱスーパー銭湯はスーパー銭湯でもちろんいいんですよ、うんうんうん、でもこういう風に近くに銭湯がたくさんあるっていうのはね、やっぱ親子の会話が違う、家の中のお風呂とまた違う親子の会話が僕はできるような気がする、うんうんうん、このストレス解消なんか一緒の気しますね。いいですね、うん、いやじゃあもうストレス解消ですね、はい、ちょっとねいいメールいただいてますよ、宮本さんからですね、はい、いただいております。ストレス解消法はやっぱりラジオを聞いて大笑いすることですよ。いいですね、 Thank you very much。 そしてもっくりね、ちゃんとシャープついてますからね。あそうか、もっくりを聞いて笑ってくれてるってことじゃないですか。今のがもっくりかどうか僕分かれへんかったから、素直に。あそうそうそう、もっくりもっくり、 ありがたいことでございますね。ありがとうございます、はい、嬉しい、ね、でも本当にこういう風に今日もねたくさんのメッセージを読まさせていただきましたけども、うん、はい、この昨日、先週かな、話させてもらいましたけど、はい、本当に皆さんとこうやって会話できるね、なんかラジオであったらええなって思いますんで、ね、僕たちもこの肩肘張らずに、はい、でもそこにちょこっとした、あ聞いてよかったなって思えるようなお時間をね作れればいいなと思っております、ね、あそら僕あれですよ、5月19日もうん来月ですよね。来 月、 ね、来月僕あの鳥谷隆さんとスペシャルトークライブ。ちょっと待って、そうでしょ、男前っしょ、鳥谷さんじゃないですか。もうタイガースレジェンドね、はい、いあの南堀江ネイブっていう大阪のライブ会場なんですけども、そこやっぱコロナの時ってライブ会場すごい大変だったじゃないですか、うん、やっぱ僕もなんか、ね、何もできへんけど、やっぱそういうライブ会場をもう少し盛り上げたいっていう思いもあって、うん、今そういった鳥谷さんとかと例えば、まあ普通まあコンサート会場とか会場借りたらいいんだけども、はい、うん、ライブ会場って距離が近いですすごい近いですね。 そこで鳥谷さんとこうトークライブをするっていう、うん、めっちゃおもろいですよ話。もうね、野球現役時代のこと、タイガースのこと、うん、そして今も俳優もやってるじゃないですか。いやだってっていうか、あの野球やってる時に男前やなと思って見てましたけど、うんうん、さらにそのやめられてからも、はい、だって私生で会ったことないからあれですけど、ね、鳥谷くんはほんまにくんって言ったらダメですけど男前ですわ男前、ほんですっごくいい人で、普通かっこつけでも何でもないんです。そうなんですね、スタイリストもついてないんですよ全部自分、かっこいい、でマネージャーもついてないんです全部自分でやるね、本当にもうスーパーマン。
わお。でもやっぱりこだわりがすっごいある、うんうん、だからやっぱ現役生活あんだけ続けられたし、うんうん、タイガースのレジェンドって言われてるんだろうなと思いますね。これが5月の19日清水健鳥谷隆スペシャルトークライブ、こちらはちょっとチケットも完売しちゃったんですけれども、もしかしたらまたリセールが出るかもわからないので、はい、また僕の X とかねこのインスタグラム見ていただければ嬉しいなと思っております。ぜひチェックしてください、ね、あと先週ゲストで出ていただきました熊木兄さん、はい、清水健熊木兄のトーク&コンサート、こちら第3弾になるんですけども、感情ハーモニー、こちらは言葉と音楽の、うん、まあ、融合、まあ、感情ハーモニーですよね、が、はい、6月23日こちらも南堀江ネーブで行いますので、こちら一部二部制で、二部制はねちょっと完売になってしまったんですけど、一部はまだ少し余裕がありますんで、はい、またそちらも僕の X かまたインスタグラム等をご覧いただければ嬉しいなと思っております。はい、ぜひ皆さんねチェックしてみてくださいね。はい、はい、もう熊木さんの曲どう、よかったでしょ。もうだってなんかもう喋れたことも感動やし、はい、曲聴けたのも感動やし、はい、私その日のインスタで今回はね、うん、そのモックリの初回の熊木さんの曲、うん、誕生日載せて、うんうん、ポストしました。あ、そうなんや、うん、しましたもん。ハマったよね、ハマった、ある、あるあるしてもうたよね。そうそうそう。そうなんや。さっきもだって始まる前も口ずさんでたから、ね、不思議やよね、うんうん、でも誕生日だけじゃなくて本当に熊木さんはこの人の心っていうのかな、うん、それを書いてる曲がいっぱいあるんで、まあ、僕の言葉がうんぬんかんじゃないですけども、言葉と音楽が重なるとこうなるんだっていう時間をね皆さんと味わってほしいので、はい、6月23日もぜひチェックしていただければと思います。さあ終わりの時間が続いてきました。一言で今日いかがでしたか。今日はめちゃくちゃ楽しかったです。おー、そうですか。はい、いや、なんだろう、なんかその前もリラックスはしてたんですけど、うん、今日はよりリラックスしてる中にちょっとだけ余裕が生まれたというのか、うん、で、あのちょっと清水さんがかっこよかったから私真似して、うん、今日ね、あのコープ自然派読ませていただきましたけど、うんうん、どうでしたか。あ、全然大丈夫だと思いますよ。あ、ほんまですか、うん、大丈夫だと思いますよっていうのは僕もどんな上から目線やねんって話ですけど、はい、いやでも、うん、そのなんだろう、こうお話ししていって、うん、なんでしょう、なんかあっという間すぎて、うん、後でゆっくり振り返ろうかなって思うぐらい、ね、うん、もう4時なんですよね。そう、もう4時、もう終わりの時間が近づいてきましたかね、うん、これ一つ読むんじゃないですからね、うん、伝えるんですからね、だからうまいも下手もないんでございます。あっといけね、はい、このねあの木曜日もっくり皆さんまたぜひともご覧いただければ嬉しいなと思っております。はい、あのクリップの木曜日はね本当金曜日月曜日火曜日水曜日それぞれありますけども、うん、こうやって清水系夏木子でそれぞれの世界観でね何かお伝えしていければ嬉しいなと思っております。はい、そろそろお別れのお時間ということになってきました。今日最後の曲はクランベリーズでドリームス聴いていただければと思います。ありがとうございます。はい、クリップ木曜日は私清水健と夏木子がお送りしました。また来週、また来週お会いしましょう。